はい、今日は世田谷育ちのじゃーん、空心菜を使って餃子を作っていきたいと思います。餃子っていうとキャベツとか白菜とかニラを使って作ると思うんですけど、今日はこの空心菜だけで、茎の部分とか食感がシャキシャキして美味しいと思うので、豚肉と空心菜、調味料だけで作っていきたいと思います。青い匂い。中火で熱していきます。オッケー。冷えた豚ひき。Thank you.